今日の子犬たちです。ここの30センチの柵がそろそろ乗り越えられるようになってきて、時々一人二人、外に出てることがあります。よいしょ、出られるかな、出られるかな。お母さんこっち側にいるんですけどね。よいしょ、頑張れ。頑張られても困るんだけどね。よいしょ、こっち逃げた、できた、リグルでかー、はいはいはい、はい、サンゴちゃん、サンゴちゃん、何うるさいよ、うるちゃいな、声がでっかいね、かわいいね、お前よしよし、はい、のんちちゃん、ハッピーハッピー、よし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 、いや、まあまあね、かわいいね、では、ケイトちゃんね、よし、ここだね、ふふ、舐めてる、後ろ姿を追いかけてぼーっとしてるけど、ね、まだそんなにね焦って外行かなくていいからね。花も外で遊びたいんですけどね、ちょっと待たせてあります。おっぱい吸ってるね、少しナナちゃんのご飯を減らしてきてるので、おっぱいのでもだんだん減ってきてると思います。子犬ちゃんが自分で食べるようになったので、子犬のうんちもナナが食べてるから二重に食べるとね、食べ過ぎちゃうからね。ねえ、黒い子と茶色い子に分かれることが多いな。ケト何してんの、無事じゃないや、乗っていい、乗っていい、でも一人でなんで乗ったうってんの、そこでん、どうしたの、何やってんだろこいつ、上がってなかった、ゆりちゃん何がしたいんだ、おっぱい欲しいけど空いてないの、おっぱいが空いてないの、空いてるよ、ここやったやった、ちょっとどんくさいですね、のってやることがね、
あれもう出ないんだ。出が悪いってかいいんだ。ちょっとご飯あげるから待ってなさい。しし。お遊びタイムです。やられてるのノーティーです。ノーティーちゃんやられちゃった。キトちゃん尻尾がかわいいね。ブルンブルン振って。よし。